それじゃあ、会見を始めさせていただきます。まず、冒頭にあたって、本日より手話通訳の方を同席をさせていただいております。今般、新型コロナウイルス感染症の感染拡大について大変ご不安を強く感じていらっしゃる聴覚障害のある方々に正確な情報をお伝えするため、今回一般財団法人熊本県ろう者福祉協会様にご協力をいただいたものでございます。またこの会見の動画につきましては、終了後すぐ編集作業を行いまして、できるだけ早く市のホームページと YouTube にて発信をしたいと考えておりますので、ぜひご覧いただければというふうに思います。また今回この会見に先立ちまして、これを皆様方にご紹介をさせていただきたいと思います。花束でございますけれども、これは現在熊本市で新型コロナウイルス感染症に対する花期等ですね、お花花期等の緊急消費拡大対策に取り組んでいることへのお礼として、熊本県花期事業協同組合、また熊本県花期園芸農業協同組合の2つの団体から熊本市に対していただいたものでございます。実は明日4月23日はサンジョルディの日ということで、これはスペインで男性が女性にバラを贈り、女性が男性に花を贈る、本を贈るという日のようでございまして、今回はこのバラの花束をですねいただきました。本市としてはですね、引き続きこうして関係団体の皆さんと連携をしまして、非常に消費が落ち込んでいます花期をはじめとするですね、農産物等の消費拡大対策を進めてまいりたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは本日第12回新型コロナウイルス感染症対策本部を開催をいたしましたので、その内容について順次ご報告をいたします。まず本市におけるリスクレベルについてご報告をさせていただきます。全国的に新型コロナウイルス感染症の感染者が急増をしておりますが、県内では現時点で42例、本市におきましても連日のように感染者が発生をし、34例が現在まで確認をされております。このような中、本市におけるリスクレベルにつきましては、4月14日から20日までの1週間に初めて2桁となる新規感染者11名が確認をされまして、感染者数の増加など自体は先々週よりも明らかに悪化をしております。また専門家会議の皆様からもレベル4特別警戒に極めて近い瀬戸際の状況になっているとの指摘を受けたことから、本日の本部会議でレベル3プラスの警報レベルにあることを決定をいたしました。このプラスについてはリスクレベルを変更するものではなく、あくまでも市民の皆様に分かりやすいメッセージをお伝えすることが重要と判断をいたしまして、プラスを追加してレベル4にも極めて近い状況にあるということを表現させていただいたものでございます。このようなことから、市民の皆様にはさらに人と人との接触機会を可能な限り低減するよう行動の自粛をお願い申し上げます。次に学校の休校の延長再開についてご報告をさせていただきます。現在熊本市立の小中高等学校等の休校につきましては、ゴールデンウィーク最終日の5月6日までとなっております。
このような中、先ほど申し上げました通り、本市の現状は極めて厳しい状況にありまして、専門家会議でもしばらくは感染拡大傾向期が継続し、児童生徒等への感染リスクを低減するため学校の再開時期を慎重に見極める必要があるとの見解が示されたところです。私としましてはこのことを大変重く受け止め、熊本市立の小中高等学校等の休校を5月31日まで延期するよう教育長に要請をいたしました。なお市内の小中学校においてはすでにパソコンやタブレット端末を活用した遠隔授業を実施するとともに、テレビ授業などによりまして引き続き学習支援が行われます。また認可保育所、認定こども園、地域型保育事業所につきましても当園の自粛要請を5月31日まで延長するよう指示をしたところでございます。次に特別定額給付金、これは仮称でございますが、この事業の実施についてご報告をいたします。一昨日、国においては新型コロナウイルス感染症に伴う経済対策として、国民1人当たり現金10万円を一律に配る特別定額給付金仮称事業の概要をまとめられました。またこの選管組織となる特別定額給付金課を直ちに立ち上げるとともに、これは仮称でございますが、一刻も早くこの給付金が市民の皆様のお手元に届くよう万全の体制を取るよう指示をいたしました。今後5月のできるだけ早い時期に各ご家庭への申請書の送付を行いたいと考えておりますが、詳細につきましては決定次第改めてお知らせをいたします。次に新型コロナウイルス感染拡大防止にかかる大型連休期間中、ゴールデンウィーク中の県境をまたぐ移動自粛についてご報告をいたします。大型連休期間中の公共交通の予約状況は平年に比べまして大幅に落ち込んでおりますものの、それでも九州新幹線、航空機等を合わせますと数万単位の予約が入っております。大型連休での人の動きが増加をすれば、都市から地方への感染がさらに拡大をする可能性があります。また本日国の専門家会議において緊急事態宣言発令以降の外出自粛要請の効果分析なども行われるとお聞きしておりますが、本市の交通量の減少率などを見ても地方において移動自粛の効果が現れていないということが言われております。そこで大変申し上げにくいことでございますが、この大型連休期間中、ゴールデンウィーク期間中は真に必要の場合を除き熊本市にお越しにならないようお願いをいたします。また市民の皆様に対しましても移動の自粛を強く要請をいたします。本市としましても今回の大型連休期間中の移動の最小化に向けて熊本県とも連携協力しながら引き続き必要な対策を講じてまいります。次に今年8月に開催を予定をしておりました日の国祭りおよび江津湖花火大会につきましてご報告をいたします。現在国の方針や新型コロナウイルス感染拡大を受け全国各地でイベントの中止が相次いでおります。このような中、日の国祭りおよび江津湖花火大会の各委員に対し開催の可否を確認をしました結果、中止はやむを得ないとの意見で一致をしたところであり、私といたしましても大変残念ではございますが今年は中止をすることといたしました。この2つのイベントは多くの皆様に親しまれておりまして、
今年も楽しみにされていた方も大勢いらっしゃると思いますが、新型コロナウイルス感染症の収束の先行きが見えない中、市民の皆様、来場者の皆様の健康や命を守ることを最優先に決断をしたものでございます。市民の皆様におかれましては、何とぞご理解を賜りますようお願いを申し上げます。最後に熊本市電臨時急行バスの運行開始につきましてご報告をいたします。新型コロナウイルスの感染拡大を防止するためには、3密状態をですね、できるだけ回避するなど、人と人との間隔を可能な限り空ける必要があります。このことは日々運行をしております市電についても同様でありまして、特にお客様が混雑をいたします平日の通勤時間帯の市電の乗車密度を下げるため、4月23日木曜日から当面の間、平日の午前7時から9時までの2時間におおむね10分間隔で県群から中心部に向けて貸し切りバスを活用した臨時の急行バスを運行することといたしました。その具体的な内容につきましてはお配りをしております資料をご確認ください。これはどうしても通勤等をせざるを得ない市民の皆様の感染リスクを軽減するために実施するものでありまして、市民の皆様にもできる限り臨時バスのご利用をお願いをいたします。以上が本日開催をいたしました対策本部会議の内容となります。次に今年10月19日20日に熊本城ホールで開催を予定しておりました第4回アジア太平洋水サミットの延期についてご報告いたします。現在新型コロナウイルス感染症が世界的に感染拡大を続けておりまして、我が国においても感染者数が1万人を超えまして、去る4月16日は16日には緊急事態宣言の対象区域が全国に拡大をされました。サミットを意義あるものとして開催するためには、各国の首脳、閣僚、国際機関などへの招致活動等の働きかけや、市民に対してもサミット開催に向けた機運醸成などのイベントや広報活動が重要でありますが、現在新型コロナウイルス感染症の影響で全くそれらを行えない状況にあります。このような状況を踏まえ、共催者でありますアジア太平洋水フォーラムと協議を行った結果、サミットを1年程度延期することとなりました。新たな開催時期につきましては、新型コロナウイルス感染症の状況を見極めつつ、アジア太平洋水フォーラムと協議の上決定をし、改めてご報告をさせていただきます。最後に市民の皆様へ注意喚起をさせていただきます。最近市民に対して本市職員を装い、新型コロナウイルスに関する支援金名目に口座番号等を聞き出そうとする不審電話がかかるなど、新型コロナウイルスを口実にした事案が発生をしております。緊急事態宣言の対象が全国に拡大をされまして、今後市民の皆様が外出を控え自宅で過ごす機会が増えることとによりまして、新型コロナウイルス関連に限りませんが、これから特に先ほどご報告をいたしました特別定額給付金交付に関する電話による詐欺被害の増加が懸念をされます。そこで先ほどの対策本部会議の中で、これらへの対策を強化するよう私の方から指示をいたしました。今後も熊本県警と連携を強化し、詐欺被害をなくすため不正を許さない姿勢でしっかり取り組んでまいりたいと考えております。不審な電話は詐欺を疑い、十分注意していただくようお知らせをしてきたところですが、改めまして
電話でお金の話が出ましたら、すぐに110番していただくか、消費者センターにご相談いただきますようお願いをいたします。これが、電話で、お金詐欺を防止する啓発のポスターでございます。ですかね、非常にこうした事案がですね、増えてくるということが予想されておりますので、電話でお金の話ができたら詐欺ですということで、すぐに警察にご相談をいただきたいというふうに思います。私の方からは以上です。幹事社からお願いいたします。石井、はい、どうぞ。先ほど市長がおっしゃっていた小中高校、はい、の、休校措置の延長ですけれども、はい、これは対象は一律熊本市立の特別支援学校や専門学校も含むということで、はい、そうです。ですから今までと同じ措置をそのまま5月31日まで延長するということでございます。でそのことを遠藤教育長の方に要請をいたしましたので、明日教育委員会議が開かれる予定というふうに伺っておりますので、そこで決定がなされるということでございますが、基本的にはこの方針にですね、乗っ取っていただくことになるというふうに思います。それから私立の学校市内のですね、それから県立学校につきましてもですね、これは県の方が所管をされておりますので、県の方に私の方から要請をするということで、またご判断をいただくことになろうかというふうに思います。この要請はいつ行われますか？今日行います。はい、まあ、それをもとに、県の方でもまた検討されるのではないかなというふうに思います。そしてリスクレベルですけれども、はい、実は今日県の方でもこう発表があっていて、うん、感染拡大傾向地域という県の指標みたいなものが出てるんですが、はいはい、これは熊本市との連携もされているものなんですか？一応熊本市のですね、当然リスクレベルについてもですね、参考にされているというふうに思います。ただ県下全域を見てみますと、熊本市ほどですね、この感染の患者さんのですね、確認が、それほど増えてない地域もございますので、そこは県全体の中でまた県の方で評価されるということで、このリスクレベルを、別に設定をされたというふうに思われます。まあ、その辺については我々も県市連携のいろいろな会議、あるいは専門家会議の先生方ともご相談しながらということでございますので、そこは一定程度熊本市のですね、この状況と県下全域の状況等がですね、リンクしていくことになるのではないかなというふうに思われます。ちょっとそのリスクレベル、はい、今日はレベル3プラス、はい、これがプラスがもっといくつか増えていくようなもの、もう基本的にレベル3プラス、よくまあいろいろな格付け機関がプラスプラスとかですねやりますが、もう、この段階でいくと、今のところ新規感染者はもう11名ということでありますので、レベル4の特別警報の時ことでは、まあ、新規感染者5名以上というふうになってます。ただこのリンクなし感染者ということに関しましてはですね、4名以上にまだ満たってないということもありますので、まあ、そういうことで、今回はレベル3でありますけども、ほぼレベル4にも近い状態にあるということで、専門家会議の先生方からもご指摘をいただいているところでございますので、それをじゃあ今までと変わらないとじゃないかというふうなことでありまして、基本的にはこのリスクレベル自体はですね、変わらないわけでありますけれども、やっぱりその中でもうレベル4にいつ
移ってもおかしくないような状態がですね、今ここ昨今続いているということを、改めて市民の皆様に分かりやすく認識していただくためには、このレベル3プラスという表現をですね、あえてさせていただいたということでございます。あと先ほどの、市議会の対策会議の中で、はい、市長がおっしゃってた中で、新幹線の予約率や宿泊施設に、5.4%と9.7%の数字がありましたけど、はい、それでも予約が2万席だとか、はい、3200室のホテルの宿泊予約、はい、ここもう少し詳しく、今ですね、我々もさまざまな、影響をですねちょっと調べているところなんですけれども、実際のところですね、宿泊ゴールデンウィーク期間中は非常に全体的に混み合う状況になっているわけでありますけれども、あれデータがどこに行ったかな、ちょっと待ってくださいね。それでですね、航空各社あるいは県、それからですね、JR さんあたりにですねお話を伺いまして、いろいろ聞いてみたところですね、やはり全体としてはもう例年に比べれば極めてですね、9% とか、そういったパーセンテージでありますので、移動的にはですねやはり少ないわけでありますけれども、それでもですね、例えば JR の新幹線で言えば2万人ということで、予約が入っているということであればですね、この期間中でありますけれども、ゴールデンウィークの期間中でありますけれども、そうなりますと全ての方が熊本に降りないにしてもですね、そして宿泊もですね、この4月の、今ちょうど自粛要請をしているこの期間中と比べてもですね、1000室以上予約が増えているという状況です。ですのでこれを見ますとですね、また細かなちょっと数字、うちが確認しているものについては事務方の方からまた後ほどご説明させていただきますが、極めてこれ危機的な状況であるというふうに思います。つまり、多くの方々がですねやはり、熊本にですねこのゴールデンウィークの期間中にですねお越しになる可能性が非常に高いということであります。そこでやはりこういう時期にですね、やはり特別警戒をしているような時期にですね、皆さんが移動されるのは極めてご本人のリスクも、そして周りの方に感染をさせてしまうリスク、それから移動中に感染が広がってしまうリスクというのが非常に高いということで、これはもう国の方でも県の方でもですね、今全国的にもですね呼びかけをされているところでありますので、この点についてはですね、私どもとしてももうあえて本当に申し上げにくい話ですが、もう熊本市にはお越しにならないでくださいということをですね私の方から申し上げるというような状況になっているということでございます。また話は変わりますね。休業要請が県の方からされまして、いくつかの自治体では県内でも事業者向けの支援策を打ち出されているところもあります、熊本市としても独自の支援策を検討されていると思います、これはどういう まだですね、今休業要請が県の方から発出をされたばかりであります。そして県の方でもですね、さまざまな協力金でありますとか、そういったことが対応としてですねされているところでありますので、これからその辺のですね、状況を踏まえて、国の対策、それから県の対策というものがそれぞれこう打たれています。そして私たち熊本市としてもですね、これまで緊急対策として第3弾まで行ってきました。でこれらの効果を見極めて、そしてその上でですね、さらにやはりこの今この休業によるさまざまな不安、それから例えば他都市でですね
福岡市や、北九州市やですね、同じ、九州内の政令指定都市でもですね、行われているようなさまざまな経済支援策についてですね、よく分析を行って、そして熊本のやはりこの地元の、事業者の皆さんがですね、やはり本当にお困りのところにきちんと届くような形のですね、ものをですね、やりたいと考えておりまして、今実は、その新たな制度もですね、今検討をスタートしたところでございます。で、これについてはまだですね、公表を、できる状況ではないんですが、詳細が決定しましたらですね、直ちに改めて皆さんにお示しをしたいと思います。また議会の方にもですね、ご報告をして、これは予算措置が必要なことになってきますので、議会あたりでもですね、これは検討していただく必要があるかなというふうに考えております。で、とにかく新型コロナウイルスの影響がですね、やっぱり日増しにこう長くなってきますので、その影響を受けておられる事業者さんのニーズというのがですね、やっぱり刻一刻とこの変わってきます。ですので、例えば資金繰りのいろいろな支援をまた受けられたよとかっていう方だと、また状況がそこで少し変わりますので、違う支援が必要だとかですね、そういったことになろうかというふうに思いますので、そういったところも総合的に見ながら、できるだけ、ニーズに沿った、ものをですね、早くお示しできればなというふうに考えております。いつ頃まで？そうですね、まだちょっとまだそこまで、今制度設計中なので、いつ頃というのはちょっと申し上げられませんけれども、できるだけ早い時期にというふうに申し上げておきたいというふうに思います。イベントに関してですが、8月そして10月のイベントもすでに中止になっているという、その考えというのはどういうところにあるんでしょうか？そうですね、新型コロナウイルス感染症の影響でですね、本当に青森のねぶた祭りとですね、もうイベント中止がもう発表されておりますし、各地では全国各地でも花火大会は中止になっているというようなことで、特にこの4月16日の国の緊急事態宣言が発出された後ですね、博多祇園山笠も中止ですね、全国的にイベントの中止延期がですね、相次いでおります。で、これはそれぞれですね、実行委員会すら実はなかなか開催できないですね。で、そういう状況にあってですね、各委員の皆さんにはですね、それぞれご意向をですね、電話等々でですね、確認をさせていただいたんですけれども、こういう、今の状況を考えると、いつ収束をしてですね、そこから例えばいろいろなお祭りにしても花火にしてもですね、取り掛かって、それから、支援者の皆さんやですね、スタッフの皆さんを集めたり、あるいはいろんなことを対策するのも非常に時間もかかります。そしてそれを短期間でやるというのはかなり、厳しいものになってきます。で、またその時期に確実に収束しているというのが今の段階で見えていない状況であれば、やはりこれ例えば準備をしなきゃいけないということになりますとね、早い時期に皆さんがやはり集まったりいろんな協議をするということで、また感染のリスクが増えてしまうということが出てきます。確か沖縄の方でも今いろいろな、集団感染がですね、その集まりの中で、協議の中でですね、起こってしまったというようなことを報道で知りましたけれども、そういうことでですね、打ち合わせレベルであってもですね、感染が拡大してしまうというのは、こういう状況をします考えますと、こういった時間や準備に時間のかかるですね、ものについてはですね、やはり早めの判断をした方がいいというふうに考えました。またアジア太平洋水サミットにつきましては10月の開催なんですけれども、まだ世界各地でですね、この感染の状況というのがまだまだ収束する状況にありませんので、首脳の皆さん方もこのサミットのことを考えるですね、その時間的な余裕も、それからそういった皆さん方へ招聘する余裕も全くない状況でございます。またそういう開催をですね、
盛り上げるためのこの機運醸成のイベントというのもですね、今開催できない状況にあるということで、これは大変やむを得ないんですけれども、中止の判断をしたということでございます。水サミットについては特にあの関係機関、国をまたいでですね、関係の皆さん方がたくさんいらっしゃいますので、まあ、3月下旬にですね、事務局であの開催延期に向けたこの協議を行ってですね、4月3日にですね、この当該サミットの共催者でありますアジア太平洋水フォーラム、これは森喜朗会長ですね、と合意をしまして、関係省庁それから関係機関との調整を行いまして、まあ、正式にこの記者会見でですね、今日発表させていただいたということでございます。まあ、あのそういうことでですね、まあ、非常に熊本としてはまあ残念なんですが、まあ、これ中止ではなく延期で、あのアジア太平洋水サミットについては延期ということでございますので、まあこの辺についてはですね、また改めて収束をした後にですね、各国の首脳の皆さんに多く来ていただいてですね、またコロナ収束後のですね、またこのアジア太平洋地域の水問題にどう取り組むのかということもですね、しっかり議論していきたいというふうに思っております。ありがとうございます。はい、それでは各社からお受けします。はい、RKK です。1人当たり10万円の給付金、特別定額給付金についてなんですけれども、はい、一刻も早く申請書が届くように今指示をしているということでしたけれども、はい、給付の申請の受付開始と給付の開始は、まあ、各市町村で設定ができると思うんですけれども、はい、市長として今、いつまでにとかっていう目標は今あるんですか？はい、あの目標としてはですね、5月の早い時期にですね、申請書を皆さんにお届けできるようにしたいというふうに考えております。早い時期、ゴールデンウィーク明けてなるべく早く。そうですね。で、これあの4月27日が基準日に実はなるんですね。そうなると、住民基本台帳に記載されている方ということになりますが、この前後やっぱりあのどうしても時間が、その移動であるとかいろいろなことでですね、時間が、あの少し見なければいけないということもある。それからあの郵送の申請またはオンライン申請で、この辺もですね、国の方で今一生懸命こう制度をこう作っておられますが、それらがやっぱり確定しないと、例えば同じ申請書をあの発送するにしてもですね、十分なあの資料がなく発送するということはできませんので、まあ、その辺のことを考えると、まあ、今現実的には5月のゴールデンウィーク明けぐらいの時期にですね、なんとか明けからもうちょっとかかるかもしれませんが、そのぐらいの時期ですね、前半の時期には5月上旬の時期には最初のお届けできるように、まあ、最大限努力したいと。でそのためにはこの予算自体もですね、もう国会でまだ通っていませんけれども、もうあえてこれは早くお届けするためにはですね、我々としては、先決処分でですね、あの今日議会にも、お願いをさせていただきましたけれども、先決処分で行いたいというふうに考えておりまして、もう明日には、この組織を立ち上げ、できれば今週中にはですね、先決処分を行うようなスケジュール感でやりたいというふうに思っております。ということは、申請の受付開始も、まあ、その申請書が届いた段階と同じ、ほぼ同じ。そうですね。ですから全国的に見ればかなり私は早い方になるのではないかなというふうに思います。でやっぱりそれだけですね、あの熊本の場合なぜこの給付金をですね急ぐかといったら、もうその資金的な面もそうなんですけれども、とにかく今熊本地震でですね、ようやくその復旧復興がこう少しずつ見えてきたという時にですね、この今回のコロナウイルスでですね、もう非常に市民の皆さん、県民の皆さんですね、非常に今苦しんでおられます。で少しでもですね、早くそういうこういう給付金をお届けすることでですね、なんとかこの生活がですね、少しでも足しになるといいますか、国の方からのですね、これはあの財源ではありますけれども、まあ、そういうふうに努めるのが我々、現場のですね、を預かる市町村の責務だろうというふうに思いましたので、まあ、こういう特にあの熊本市は人口が県内の中でも多ございますので、準備やそれから
発送、こういったもの申請のまあやり取りについても時間がかかるというふうに思います。ですのでできるだけ皆さんにはですね速やかにお渡ししたいということで、まあ、そういう思いでおるということです。はい、じゃあ、ごめんなさい、じゃあ先に。じゃあ、楽しみに。はい。2点あります。はい。まず、休校の延長に関してなんですが、はい、まあ、全国的に見てもかなり早い判断だと思われて、はい、それは市長の危機感の表れだと思うんですが、はい、一方で、学習機会のご支援ということで、はい、専門家会議の中での意見であるとか、何かそういった心配、そこについては専門家会議の方はこの感染症拡大のリスクについてが主にですので、そこについては特段お話はございません。ただやはり学校現場あるいはですねその保護者の皆さんからも非常に心配の声がございます。ですのでそういうものに対応できるようにこれまで、タブレットを使ったですね遠隔授業、それからテレビ局各局にですねご支援をいただきまして、今このテレビ授業等も行っております。ただそれだけでも十分ではないんですけれども、少なくともやはり、こうした環境を整えていくことでですね、この少しでもですねお子さんたちの学習支援をですねしていきたい、まあ、そういうふうに考えているところです。で学校の方からもですね、ただ例えばこれ連休明け7日にですね5月7日に学校をじゃあ再開しますという判断をじゃあいつするのかと。でまあこれは再開するまでにですね、例えば連絡をしたり、それから授業の組み立てやいろんなものを、段取りをするだけでもですね、やはり現場としては2週間ぐらいやっぱり時間が必要だというような声もですね、現場から上がっておりました。そう考えますと、これはもう早く決断をして、できるだけですね、余裕を持って対応した方が、その後のですね、例えば授業日数をどういうふうに組み立てるか、そういったプランがですね、ある程度早めに立てられるということもありますので、まあ、そういう意味ではリスクを早めに決断することでですね、リスクをですね、少なくして、子どもたちへの影響を少なくしたいと、まあ、こういうふうな気持ちで、早く決断をしたということです。休業された方への補償のところで、関連ですが、熊本市独自の支援策として、はい、なかなか届かない支援、支援が届かないフリーランスの方への、はいはい、支援というのは、こういったこともですね、経済市民生活再建計画、まあ、この前ご紹介させていただきましたが、この今プロジェクトチームの方でですね、今分析をしながらさせていただいております。で国の方のいくつかそういうフリーランスの方に対する支援もいくつか出ておりますので、こうした対策と、それからそういうフリーランスの皆さん今要望もいただいておりますので、そういったことも含めてですね当然検討をしていくということです。ですから、何かこの支援策もですね、単発で何かということではなくてですね、いくつもの、まあ、このメニューを、まあ、組み合わせる形になるかというふうには考えております。特に接待を伴う飲食店の方たちにもかなり厳しい状況を見せるという話は質問ですから、そういった方も含めて、そうですね、できるだけ幅広くそういう対象にしたいというふうに考えております。はい、じゃあ小林さん、教育の関係なんですけど、はい、なぜ5月31日、5月いっぱいというふうに決められたのか、はいはい、一つはですね、例えば、今のリスクレベルでは、まあ、なんとかこの、まあ、2週間に一度ですね、登校日をこう設けながら、まあ、もちろん感染防止対策を講じた上でということでありますけれども、まあ、そういったことで、臨時登校日みたいなものもですね、まあ、設定をしながらやっております。でそうなりますと、まあ、大体こう2週間ごとということでありますけれども、5月末までというふうにある程度やっぱり幅を持って、決めた方がですね、まあ、先ほど申し上げたように授業日数の組み立てであるとかそういったものが非常にしやすいということ、それから例えばこれが5月7日からまた、
1週間とかですね、2週間とかになると非常にこれは、まあ、例えばあの遠隔授業もそうですし、それから、テレビ授業等もそうですし、これ一定程度やっぱり準備が必要になってきますので、そういったものがやっぱり間に合わないということもありますの で、そう考えますと今収束時期というのはよく分かりませんけれども、少なくとも、このゴールデンウィーク明けにですね、学校に子どもたちがすぐ通えるような状況には今のこのリスクレベルの考え方からしてもこれはもう無理だというふうに考えますと、やはり余裕を持って設定をする方がですね、こうたびたびですね、この休校をしていつまでにして、また延長となりますと、非常にあの保護者の方もそれから生徒さんもそれから学校現場もですね、非常に混乱が大きくなります。ですのでできるだけ長く見ると、でもし万一ですけれどもリスクレベルがかなり早めに下がったということになれば、繰り上げもその場合はできますので、そういった考え方もですね、現場で柔軟にできるようにということで5月末というふうに設定をしたということです。これは教育長ともある程度協議をしながら、だいたい時期的なことは考えたということであります。繰り上げというのは5月31日より前に、例えばあの早くもう全くそのここから感染者の増加が見られないと、で国の方の今緊急事態宣言、まあ、5月6日までということになってますが、これも延長をされないということになって、なおかつ熊本市の感染者がもう全く出ないような状況になってきて、専門家の皆さんからお話を伺ったときに、これは少し収束が、まあ、当初の、まあ、今のリスクレベルの評価よりもかなり早くなったなということは、例えば来週以降ですね、そういう評価がされればですね、またそういった検討もですねあり得ると思いますが、ただ原則的にはもう5月31日までということで、設定をして動いた方がですね、やはりこれは動きやすいだろうと、まあ、こういうふうに考えているところです。はい、どうぞ。何件かあるんですけど、まずあの熊本市にお越しにならないようにっていうゴールデンウィーク期間中の要請ですけど、はい、これは、熊本市以外の方ということで、県外の方を対象にあの申し上げている。これは飛行機の予約状況、それから九州新幹線のやっぱりそういった予約状況等々を見ますと、そういうふうに思います。ただ一方でですね、県内でもですね、やはりあの移動については自粛をしていただきたいということはこれまでも私申し上げてまいりました。ですのでそういう意味ではもう全域からということになろうかというふうに思いますが、特にゴールデンウィーク期間中はですね、大都市圏こういったところから、しかも今感染者がどんどんやっぱり増えているような地域からですねお越しになるとですね、それはご本人の不安も、それからこの迎え入れる側のこの地元のですね地域の方もですね非常に戸惑いも多くなるというふうに思いますので、ここはやはりよほどの何か事情がない限りはですね移動していただかない方がいいのではないかと。で、あの例えば仕事の面でおいてもですね、やはり出張されて札幌から先日出張された方がですね熊本で感染を確認されたというような事例もございますので、やはりそれはさまざまな移動に伴うリスクがあるとまあいうことで、そういうふうに考えているということです。はい、あのあと日の国祭りの中止は、はい、お手もやそ踊りが導入された初回、今度は43回目なので、はい、この43回の歴史で初めてなのかを確認したいのと、はい、それとあと、他のイベントが中止してるだけじゃなくて、ここであの密になる状況が生まれることに対する、そうです、そういうことですね。はい、そういうことです。で、あの熊本あの日の国祭りに関しましてはですね、熊本地震の際にですね、一回中止で。地震の時はした、はい、あ、そうか、普賢岳の時か、ごめんなさい、普賢岳の時に中止をして、熊本地震の時はもうあの収束して、まあ、みんなで、まあ、気持ちを一つにということで、復興の気持ちを込めてやりましたが、平成3年のごめんなさい、ちょっと勘違いしました、平成3年の普賢岳の時に1回、それ以来ということで2回目でございます。
それから、まあ、密にならないようにというのはもう日の出祭りももうご承知の通り多くの人が集まるし、踊りに出られる方も非常に密になります。ですので、まあ、そういった感染リスクをやっぱり考える、それから花火の方もそういう状況だということでございます。はい、その休校の延長要請の件もう一点話なんですが、はい、児童育成クラブの、はい、預かりに関しては、はい、止まってて、それに対してある一定の職種の方には、うん、学校で受けるその措置は続ける、それも続けるということですね。はい、で、あと登園自粛の要請された、はい、保育園等は、はい、数は前回の発表と同じです、はい、だからもう同じ規模のことをこのままの状態が5月31日まで、5月6日までだったのを5月31日までということで約1ヶ月延びるということですから、まあ、これも非常に皆さんに影響があるんですが、やはりこれを直前にお知らせするよりもですね、やっぱり早くお知らせする、そして判断をした方がいいという、まあ、そういうことでございますので、まあ、大変皆さんにご苦労をかけるというふうに思いますが、ご理解いただきたいというふうに思います。タクシーの運転手の方が、はい、もうすでに昨日で3人目、はい、で昨日の知事の、休業要請の中には交通機関というのは除外されています、はい、でそういう中で何か主張としてタクシーの運転手さんだけじゃなくて乗客の方に呼びかけられるようなことは、うん、そうですね、一つはまずですね、とにかく例えば、先日の事例で言いますと30分間車にその乗っていただけで、まあ、おそらく感染したということが確認されるということはやはり、短時間であってもですね、非常にそういうリスクがやっぱり、あるということをですね、皆さんには理解していただきたい。そしてできるだけその、まあ、もう本当に密な空間になりますのでですね、運転手さんと同乗するということは、ですからそこはもう、換気をとにかくしていただく、それから、やはりそういうタクシー会社や乗務員の方々はですね、やはり昨日の事例でもその健康状態がですね、非常に不安定な中で乗務をされているということを、考えますと、タクシー会社がこれを事業を継続されるということであればですね、相当なこれはリスク管理をしていただかなければ、やはりまた同じようなことが起こりうるというふうに大変強い危機感を持っています。ですから、まあ、そういうタクシー事業者の皆さん、あるいはそういう組合もございますので、そういったところにはですね、感染症防止のためのですね、さまざまな取り組みについて、我々のまあ保健所なり、健康福祉当局の方からですね、必要な助言をしながら、まあ、やはりどうしてもその公共交通機関に乗れない、そして、自家用車もなかなかないという方がもう最後のまあ手段としてタクシーに乗らざるを得ないということもありますのでですね、そこを、まあ、考えて県の方もですね、そこを対象に入れられなかったというふうに思いますけれども、とはいえリスクは高いので、ぜひ注意をしていただきたい、まあ、こういうふうに考えております。はい、はい、どうぞ。花火大会の方は、市長が実行委員長の実行委員会があって、はい、国祭りは確か運営委員会で、はい、そうですね、でそこのそれぞれの委員に聞かれた上なので、はい、もう今日の時点で、そうです、発表時点でもう市長が決めた、はい、中止が決まったと、はい、いうことでことを発表させていただいているということですね。ですから正式な手続きを踏んでということで、はい、よろしいですか。もちろん皆さんが集まることはしておりません。ですからもう持ち回りの協議という形になりますけれども、そういう形で合意を得て、今日私も今日の記者会見で発表をさせていただくということで、関係の委員の皆さん方にはすべてご同意をいただいているということでお願いします。はい、どうぞ。はい、じゃあどうぞ。NHK です。熊本城の工事、はい、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて25日から、はい、中断をするということですが、はい、それに対する市長の認識と、うん、あと今後の感染状況拡大次第ではさらに延長をして後期に響く可能性というのは、はい、できれないのかどうかというところを、はい、一つ熊本城の工事も含めてですけれども、やはり非常に工事現場でも多くの方々がですね、働いておられて、特に今
熊本城の工事を請け負っておられる企業の中でですね、まあ、熊本ではないものの感染者の方がやはり見つかって、そして全社的に対応をそういう形でですね自粛をされているというふうに、聞いております。ですので、まあ、これはですね感染拡大防止のためにそれぞれの企業事業者の皆さんがですね、いろいろと検討された結果ということでですね、それは感染拡大防止に非常に資する取り組みだというふうに私は評価をしております。一方でその後期といいますかそういったものに影響するのではないかという話でございますけれども、当然それは影響するというふうに思います。ただもともとゴールデンウィークの期間中はですねおそらく工事は休止をする予定があったんではないかなというふうに思われますので、まあ、そういう意味ではこの辺は今後の工程管理こういったものの中でですねできるだけそういった収束後はですね影響が出ないようにまあしていただきたいなというふうには思っております。ただ今はまずは安全そして命を守るというためのですね対策をそれぞれ取っていただければというふうに思っております。はい、よろしいですかね。はい、あ、じゃあ給付金に関する新しい部署の文字の名前を、はい、改正、はい、これはですね、選管組織は、一応、一両日中に設置する予定でございますが、もう、配置としてですね、8名程度の正規職員を配置をします。で担当局は文化市民局内に置く予定でございまして、名称は特別定額給付金課とする予定でございます。まあ、国の方の名称が変わればちょっとまたここは変わりますが、まあ、ほぼ変わらないと思いますので、特別定額給付金課と現時点でして、人事の事例を発令する見込みです。はい、今日明日には、はい、明日じゃあそういうことで、事例を出すということでですね。はい、それからここもですね、やはりこの特別定額給付金、これ全市民というかですね、全国民にそれぞれ、皆さんに給付されますので、そういう意味では、やはりこの体制がですね、まあ、お問い合わせも含めて相当充実しなければいけないというふうに思いますので、まあ、まず、8名程度でまず準備をスタートさせて明日以降やってみてですね、また必要であればまたそこは増強をするということを考えております。先ほど議会の会議で終わっている737億円ぐらいが、そうですね、大体70、まあ、人口かける10万円というプラス、そこに、事務費が入ります。まあ、これも国費で全額支給される予定で、財源は手当てされる予定でありますので、まあ、そういうことでまずは先決を打たせていただくということです。はい、はい、どうぞ。確認なんですが、まあ、学校 の、 この休校の延長の裏付けとなっているのはこの専門家会議の、そうですね、判断見解です。はい、これは4月20日現在というふうになっているんですけども、うん、これは皆さん集まって開かれたのか、それじゃなくてもう持ち回りでお尋ねをいたしました。でこれは4月22日発表のものでありますので、昨日までのにお話は聞きました。ただこの時点がですね、きちっと最初にこの会議を3月に立ち上げてから1週間ごとに区切ってそのどのくらいその増加したかっていうのをきちっと見ていく必要があるんで、今回は4月14日から4月20日までのデータをもとに区切って判断を、このレベル3警報、レベル3プラス警報という形で拡大傾向というふうにしたということでございます。はい、座長と副座長、座長と副座長と、ね、に確認をさせていただいたということです。PCR 検査に関してですけれども、はいはい、
あの検査件数が全国企業で増えていて、なおかつ受けたいという方もかなりいるという状況で、うん、はい、厚労省の方が4月15日にですね、はい、あの県とか市の委託を受けた医師会とかが、PCR 検査を行うことのできる地域外来検査センターっていうのを設置できる旨の通知を出したそうなんですけれども、それに関して熊本市の方ではそういうセンターとかっていうのを、あのセンターといいますかですね、今あの新型コロナに、のこの PCR 検査がですね、まあ、熊本市内で、言いますと熊本市の環境総合センターで行っておりましたが、他の民間あるいはですね、公的な機関ですね、例えば大学病院であるとかですね、まあ、こういったところと、例えば医師会さんとかとも今協議をさせていただいておりまして、ほぼこれは、整って、近々契約ができるということになっておりますので、体制はもう充実をするということになろうかというふうに思います。で、まあ、ここについてもですね、人口あたりの検査で見ても熊本市は、熊本県全体で見ても全国でも上の方のレベルにありますので、比較的検査はですね、PCR 検査はまあ多く件数は検査をしている状況にありますが、やはりまだまだですね、いろいろなご不安をお持ちの方、それから、そういった、まあ、あの医療機関等々でですね、やっぱりご不安も出ていますので、検査対し、まあ、検査件数をですね、やはりこれから増やしていくということも、あって、こういう体制を 今検討も始めて、先週ぐらいからもう先々週ぐらいからもう検討しておりましたのでですね、で国の方のそういった通知も来ましたのでですね、そこで今対応をしているということでございます。はい、はい、どうぞ。全国の休校の状況をちょっと見たんですけれども、はい、5月末までの休校を決めているところは岐阜市とか、はい、あのその周辺の自治体とかがあったんですけれども、はい、まあ、結構ここは熊本よりも感染者が多いとか、はい、教員が感染しているとか、はい、背景があったんですよ。そこでもっと感染者が多いその東京とか、はい、福岡とかは、はい、決めてないような状況だと思うんですけど、はい、その今の時点で今日その熊本が決めたっていう理由をちょっと改めて伺って、もう先ほど申し上げた通り、これはもう早く、対策を講じる、今の感染社のこの熊本でのですね、このリスクレベルをもとに判断をしたということでございます。そして、まあ、あの他の自治体は他の自治体でいろんなあの状況の中で判断をそれぞれ下されるというふうに思いますが、我々としては今、そういう遠隔授業でありますとか、テレビ授業でありますとか、こういった取り組みもしながらですね、学習支援を継続をできそうだということもありますので、まあ、そういう環境も総合的に考えるとですね、踏み切れたということでございます。関連してなんですけど、その学習支援の面の、 あのタブレットとかテレビ授業とかあると思うんですけど、結構保護者の皆さんは体力面の低下っていうのを、はい、そうですね、これはもうあのお子さんたちに限らずですね、あのやっぱりどうしても室内の方で、まあ、自粛をするなりなんなりということになりますと、あの筋力も含めて落ちてきますので、実はのテレビの方をご覧になった、テレビ授業の方をご覧になったら分かると思いますが、体育の強化があの入っております。体育の教科であの運動をするということですね。だからそういうことでですね、まあ、あの子どもさんだけでなくご家族一緒にですね取り組んでいただけるような、そういった工夫をしております。それから健康福祉部門の方ではですね、これは子どもさんたちだけではなく高齢者の方々も室内でそういった体力づくりをしていただくような、もうすでにそういった取り組みについてご紹介をさせていただいているところです。はい、今さんの、まあ、緊急の事態ということで地域経済への影響というのはどん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 広がっていくと思うんですが、はい、今後どこかの時点で取りまとめるというようなお考えはありますか。今ですね、経済生活市民、経済市民生活再建
プロジェクトを立ち上げましたので、ここでですね、ある程度の状況は見極めていきたいと思います。ただ雇用と事業と生活を守るやっぱり今の段階でありますので、まあ、そういう意味では今この時期にですね、まずはその感染症の影響をまず最小化するということがですね、これは経済にとってもプラスの影響になってくるというふうに思っております。そしてやはり感染症発生前のですね、この市民生活をどう取り戻せるか、あるいはそこに行くまでにどのぐらいのやっぱり時間がかかるのかということについてはですね、しっかり分析をしていく必要があると思います。で、昨日も私の方はいろいろな例えば飲食店の組合の皆さん方の代表者の方々とも意見交換をさせていただきましたが、どうもまだですね、熊本市でいろいろと取り組んでいる支援メニュー、それから国が雇用調整助成金も含めてですけども、こういった支援メニューがですね、十分活用されてないと、それから十分理解されてない部分があるなというふうに感じましたので、まず今の対策をですね、しっかり皆さんに周知をしながら、そして分かりにくいんですね、制度が。もうとにかくいろんなものがありますので、でそれからいろんな書類を揃えなきゃいけないとかですね、いろいろな手続き面での非常に不安が皆さんあるということが分かりましたので、ここの14階のですね、総合相談をワンストップセンターでですね、ご相談を受けてですね、まあ、そこでいろんなご案内がですね、簡便にできるようにするということがまず一つで、その状況を一つは取りまとめる必要があるのかな。ですからそういう意味では、まあ3月から4月にかけての、まあ、今の状況というのを一旦、そういうプロジェクトチームの方でも、精査をしてですね、そして今後の対応も考えていく、まあ、こういうことになろうかと思います。この熊本市の経済状況が今どうなのかっていうところを、例えばこういうリスクレベルのような数値でこう見せていくような、そうですね、なかなかリスクレベルっていうと、これはその業種によってもやっぱりかなり差がありますから、なかなか簡単に一概にはちょっと出せないかもしれませんが、少なくとも例えば飲食業の皆さん方がどのくらいそのキャッシュフローの面でですね、苦労されておるのかとか、あるいは家賃負担が非常に重くのしかかるとか、それから、例えばアルバイトやその従業員の方雇用の面でですね、そういった、どういったしわ寄せが来ているのか、まあ、こういったことについてはですね、ある程度の、数値的なものを把握しながらですね、やはり考えていかなきゃいけないというふうに思います。ただ今確かにそういういろんな、まあ、業種別に例えばそういう危機レベルといいますかね、そういったものを測るというのは一つの方法だなと思って、今ご質問をお聞きしてですね、一つのヒントにさせていただきたいと思います。ありがとうございました。時間過ぎましたので、これもしまして、はい、じゃあどうもありがとうございました。